あれって静寂が見せてくれた半分になった枯れ木でしょ。急に成長してるけどおかしいよね。素晴らしい、実に素晴らしい。なんという幸運、たとえ長命種であっても一生見られないような光景です。Maybe someone had applied a strong fertilizer. The ambrosial arbor was imbued with some kind of power. この異様なエネルギーは性格だ。ってことは性格の力で剣木が生命力を得た。 That it is. ああ、この異常現象の元凶は運気軍が探している性格だろう。 All right, now we need to find Fu.Seriously? Excuse you? Alright, here we are. These guards gonna stop us. They try to arrest us, no? Okay. Guess they haven't been told about the situation yet. Nothing there. Now I will see you guys at Fu. I'm gonna open this door and get this chest.Never mind, I can't open the door. Okay, that is literally how much I do not pay attention. 9 times out of 10. Because I was thinking about the tree, what the heck was going on, and I ran up the door and did not notice the key to unlock it. Well, don't I feel stupid. See, I told you, sometimes I can, you know, figure something out. Other times, I just do the dumbest crap. Like that. Alright, hello, Fu.カフカが旧館の陣を騙したのかしら。慌てるな、フゲンドロ。旧館の陣は嘘をつかない。フゲンドロが見たカフカの論理に違和感はなかった。我々はまた行って駒を進められたと言えよう。ラフに外敵がいるのは承知の上だ。性格が突如現れたのもきっと誰かが持ち込んだに違いない。そして内なる敵は北条の民と自称する組織薬王秘伝の他にないだろう。カフカの真実は私の憂いを証明した。お前将軍はいつ気づかれたのですか。初めて性格が姿を現した時だろうか。先週は定休の指名より加護を受けている。他のアイオーンの指令でなければ私の目をごまかしラフに潜り込むことはできないだろう。だから外敵と考えたんだ。性格は少々蝕んでいくが幼稚たる新作府と優秀国だけは妙に避けていた。明らかに別の意図があるからだろう。これだけの計画を練られるんだ。ラフの内務に詳しい裏切り者の存在を疑わざるを得なくなる。まあ簡単な推理に過ぎないよ。奴を見て分かったんだ。性格ハンターが糸を引いているわけではないと。ならば奴はどうしてここに来た。請求列車をおびき寄せた理由は。私はこの謎だけは解けないままでいた。だがこうしてフゲン殿が解いてくれるとは性格ハンターか。確かに面白い連中だな。あんなに手間をかけた理由が泉州と列車に縁を結ばせるためだったとは。将軍、もうのんびりしている暇はありません。剣木が探す手間が省けたよ。あれが性格だ。裏切り者があれを剣木に投げ込み蘇らせた。薬王秘伝もついに我慢の限界に達したか。危機は転機にもなります。問題の所在さえつかめたら全ては簡単なこと。で
また私に策を練れと。 Perhaps。 ああ、ウゲン殿ならきっと良策を思いつくだろう。私の意見はこうです。すぐに運気軍を集めて剣木のある同点に向かわせ、性格の邪水を払い、再生の勢いを止める。ふむふむ、砲丸を持つフゲン殿の意見だ。問題を解決する一番の近道に違いない。だが近道がいつも最適解とは限らない。フゲン殿は私が性格のありかを知りながらも兵を動かさなかった理由は何だと思う？将軍。ん？将軍も悪いお人ですね。She knows. きちんと根絶やしにしなければならないからね。あと少しだ。薬王秘伝が今動いたという事実は、場を収めた運気軍を見て奴らが焦り出したことを証明している。この機に一網打尽にしなければ。座ったまま待つというのですか？万が一何かあったらどう責任を取るおつもりで？まったく、ウゲン殿、私の騎兵を忘れたのかい？ Yes。 性格ハンターが故意に列車と選手を結びつけたなら日照りに雨だ。その行為に甘えようじゃないか。Listen up, we got a situation. Let me guess, Moerens. だろうね。将軍ってば、微笑むたびにうちらをパシるんだから。私が間違っていたわ。将軍に余計な期待を持つなんて。You expect too much from him. いい加減にしてください。どれだけこの騎兵をこき使えば気が済むんですか？まさかこのラフに他に使える人材はないというのですか？なんです、じっとこちらを見て。それとお忘れなく、剣木のありかは非中の非、先週の民以外に接触させるのは規則に反するか。なら私からもフゲン殿に一言忠告しよう。規則は先週があってこそ成立するものだ。危機が迫った時、規則が有用であれば従うが、無用であれば捨てざるを得ない。だから私はとある規則に反する決定をしようと思う。とあるというには数が多すぎるかもしれないが、考えただけで清々しくなるよ。フゲン殿、この兵符を君に渡そう。運気軍の指揮は任せた。剣木の近くにある探偵士で策を打ってくれ。私が兵をですか？ずっと将軍になってみたかったのだろう。いつも嫌がってたくせに、どうして？わかりましたわ。将軍の命に従うとしましょう。そして列車の諸君、これより正式に性格封じの策に加わってほしい。運気軍の方はフゲン殿が手配するはずだ。でもその前に、諸君は構造士の近道を通り、フゲン殿と再度合流してほしい。Errands received, General. Payment or we go on strike. Orders received, General. 気品に命令などとんでもない。すべてを伝えるという約束を果たしているに過ぎない。絶対に最初からうちらを客扱いしてなかったって。そうだ。客人の道案内はやはりテイウン殿に頼みたいと思っている。はい。喜んで務めさせていただきます。She totally wants to get out of this. Bid farewell to Fujion. Fujion. Li はなし。やはり過小に誤りなしのようね。
いまいまし。数千年も折れたまま、枯れたままの剣木がよみがえるとは。先週は善と多難ね。I'm sorry, Kafka escaped. すでに予想していたわ。え、怒らないんだ。すでに占い済みで心の準備をしてたみたいだね。I mean, she is a divine and she already saw what would happen. カフカを追っても無駄でしょう。旧館の陣は彼女の潔白を示しているもの。今重視すべきは剣木よ。Are you leading forces into the Alchemy Commission? 性格の侵食が始まってから探偵士とは連絡が取れない状態なの。外に派遣された医者は別として、もともとは薬を作り薬剤を研究する場所、剣木の封印場所にもひときわ近い。性格の邪推が暴れ出しているなら最も危うい状況になっているはず。しかも探偵士にその裏切り者とやらがいると将軍は確信していたわ。薬王秘伝を自称している賊どもが裏で動いている。私も早く動かなければ。The general wants us to go to the Artisan Commission. I want to chat with the others as well. 本当に人を使うのが好きね。あそこは探偵士に一番近いから、もうめちゃくちゃになってると思うわ。精査はすでに用意してあるから、私についてきなさい。All right. Follow Fu to the Divination Commission's dock. 101010なるもの。道を運行せよ。I feel like there's a chest there, but all right. I'll skip it for now. Come on, Fu. 将軍からの請託があるゆえ。私はここで失礼するわ。お前たちも気をつけて。そうだ、大木様。うちらの運勢も占ってほしいんだけど、どこをどう注意すればいい？その必要はないわ。この方眼で見た限り、お前たちの行く先は原稿理定、万事順調なり。本当に？道具とか指を使わなくてもわかるの？ I'm sure it's nothing we can't manage. Let's go. よく言った。フゲンさん、その言葉に感謝する。さあ、行こう。あら？結構人が集まってますね。どうやら今日のラフは勤労に向いていない運勢のようです。構造士は性格の侵食が始まってから作業を止めていたはずですが、ここの方たちはどうして安全な場所に避難していないのでしょう。仕事を愛してるからとか。大牧師の牧者のことを思い出すとギャップを感じる。仕事だからな。これでみんな生きているんだ。大人の世界に楽なものなんてないよ。経験者っていう感じの口ぶりだね。Of course he is. 感じたまま話しただけだ。気にするな。The Trailblazer's path doesn't seem to allow for any relaxation either. Maybe they're here to welcome us. 幼児ちゃんはいいとして、あんたは大げさだよ。You sure about that? 今の世の中には楽な運命なんかありませんよ。この構造紙にはからくりを研究する工房ばかりが存在し、発明に狂った職人がたくさんいます。そして彼らの伝統といえるのが、たびたびヘマをすることです。建物が消えたり、傀儡が暴走したり。ご注意ください。今回も中が大変なことになって、職人たちが入れなくなっているのでしょう。それでも進むしかない。まずは誰かに話を聞こう。All right, upon the firmament.
Got some more music. And is this another new place? It is! More chest, which means more currency that can then be used for those delectable fire eidolons. I love it. That also means more potential puzzles. The gate is closed, just like the metal from which it was forged. It emanates a cold indifference. それとも壁を乗り越えて入る？先に言っておきますが、構造紙は泉州の用地、大木紙と同じ位置にあります。許可なく構造紙に踏み入ると、法令により最低300年の懲役、最悪の場合は何千光年以上先にある僻地に飛ばされますよ。I'm sure they'll be lenient given the circumstances. General census here. Surely we get a pass. It's law breaking time. あります。ですが、構造紙は数多くの警備装置が置かれていて、もし囲まれたら、たとえ将軍様でもすぐさま助けることはできません。脅しているわけではありません。助言です。大牧師の時のように、先に構造紙の職人から話を聞き、静寂さんみたいな案内人を探しましょう。中がどうなってるのかも分からずに入るのは無謀ですよ。Enter the artisan ship commission to see what is happening. Ask about the situation from the crowds at the artisan ship entrance. やっぱり占いの結果は正しかった。今日あの教官兵が持ち出してなかったら、みんな閉じ込められて肥料になってたぜ。でもテレポートの距離が微妙かな。 OK、 What about you two? 植物の類じゃないみたいだ。まるで金属のような強靭さ。姉さんはそんな希少な素材を見たことある？あってもなくてもどうするつもりよ。あの巨大な枝を材料にする気なの？さすが姉さん、俺の考えを分かってる。あんなのただの盆栽に過ぎないから怖くないって。歩ける盆栽なんてあった？地面を貫く盆栽もあったかしら。動けるだけだって。俺が走って一振り切ってくれば研究用の素材が手に入る。いくらあれが早く伸びるとしても俺のスピードにはかなわない。なら弟弟子を思い、この姉が金手ことノコギリを用意してあげるわ。さあ、行ってらっしゃい。後で壁に叩きつけられても知らないからね。あ、いや、急に風が。姉さん、残念ながらこの作業は材料組で一番手先が器用な姉さんに任せた。How dare you? 都合のいいタイミングで風邪をひくのね。手先が器用？こっちは長生きしたいのよ。 Wow, that was a lot. Oh yeah, hey, here's some wanted posters. It's been shifting between Kafka and Blade. Speaking of wanted posters, I'm pretty sure that in Bellaboog there was a wanted poster of March that looked like it was drawn with crayons. I could be remembering it wrong. I just barely remember seeing it. Maybe that's why they never recognized us. It wasn't, you know, a fully nicely drawn image. 先生、運気軍が救援の手を差し伸べてくれたのか。あ、その身なりは誤解した。旅人から。We're not just tourists. ラフがこんなことになるなんて、君たちも辛いよね。僕も悲しい。 Worry no more. The knight in shining armor is here to the rescue. Fret not. I'm the cavalry the general sent for. There comes a time when we all feel sorry. そうだよ。何か困りごとがあるなら言ってみて。うちらはあんたたちの将軍が直接使わした助っ人だから安心していいよ。
将軍様が直接？ No, it's not. 君たちはふざけてる場合じゃないだろう。運気軍がいるのによそのものをよこすわけないよ。構造士は今大変なことになってるんだ。冗談はやめてくれ。It's not a joke. 本当だ。俺たちは本気で君たちを助けたいと思っている。ここの状況を聞いてもいいだろうか。What are you doing out here? 何も。待ってるだけだよ。中が危険だから逃げ出したんだ。忠告だよ。死にたくなければ中に入らない方がいい。Sorry, but we have to enter. What happened in there? 木が暴走したんだ。誰かの盆栽が急に成長して市内で暴れ回ってる。あちこちがめちゃくちゃだよ。構造士はからくりと無土壌栽培しか研究していないはずなのに、あんな大きい植物を育てる技術はどこから来たんだろう。不思議。 You should leave. ダメだ。先生がまだ中にいる。講師先生は構造士の用金棒で一番年功を積んだ職人で、僕たちの課題も見てくれてる。事故が起きた時、先生は僕とズミ、院中を連れて逃げ出したんだ。なのに途中でまた一人になって中の方に戻っていってしまってね。だから僕はここで運気軍を待ってるんだ。早く先生を助けなきゃ。なんでまた戻ったのかな。To save his research data, project deadline approaching, did none of you try to stop him? 命よりも大切な研究成果はないよ。I mean, to your master, probably. しまった、航路がやばいって。先生の叫び声が聞こえた時にはもう、人影は消えていたよ。助けに来てくれたって。Yeah. 本当？ The general sent us here. ああ、軽減将軍から依頼を受けた。信じなくても構わないよ。請求列車はいいことをしても名を残さない派だから、あんたの先生のこと気に留めておくね。じゃあこの曲譜を受け取って、先生を見つけたらどうか無事に連れ出してほしい。先生に何かあったら、何かあったら。 Don't cry, man. 安心してくれ少年、君の先生は僕たち全員卒業できなくなる。 Really? That's why you don't want him to die? 行こう。もう喋る気がなくなっちゃったよ。 How dare you? I mean, I get it. You don't want to, you know, Peter, you're a dang. でも彼の先生が言ってたっていう航路って一体何？ Man, doesn't even care about his master. He just doesn't want to be held back a year. Why would his master dying do that? Then again, he's the only one that's, you know, seen their work to know for them to graduate.性格によって剣木が蘇っている。木の成長とともに侵食も激しくなっているようだな。よく見ると根はすべて地下から出てきています。ただで庭師をやらざるを得ないようですね。 That we do. No chest. Oh, hello. Mine. Of course, there's a bunch of enemies here.構造士は幼稚だ。族どもよ、猿がいい。いや、近づくな。それ以上足を踏み入れたら容赦しないぞ。Are you from the medicus? 話を聞いて。うちらは族なんかじゃ。Are you making me fight? 言い訳するな。どうせ通りかかっただけだの、注意だの、門が開いていただのと言うんだろ。突然被害で異変が起き、誰の仕業かと思いきや、賊の仕業か。さあ、警備が当てにならないなら、彼らたちの凄さを思い知らせてやる。
I finished killing them before he stopped talking. I love Seima. What happened? Wake up quickly. I loved you so much.よくも俺の可愛い子たちを粉々に。It's your own fault, idiot. 弁償しろ。だっておじちゃんが話を聞かないから、うちら助けに来たのに。Are you a wise teacher?出来損ないの弟子たちに頼まれたのか。情けない。市内の財産を放ったまま先に逃げよって。俺を助けたとしても。実習は全員不合格だ。いや、誰かを助けるときにそこまで考えられる人はいないと思うよ。実は慶元将軍と普賢さんの依頼を受けて探偵使に向かう途中なんだ。甲州先生、よかったら道を案内してもらえないだろうか。お、将軍様の部下だったのか。すまんすまん、俺の勘違いだ。あんな小物壊れても構わん。でも力になれそうにない。構造士が木の妖怪に占領された挙句、四方の増加航路まで奪われてな。手強い妖怪め、どんな術を使ったか。市内のカラクリが生きているかのように奴の周りを囲ってる。近づけば命はないだろう。と言ってもこのままというわけにはいかん。何せ航路の中には。We're short on time. Where are we going? Who are we fighting? Good, one good turn deserves another. I think I know where this one is going. やっぱりだ。将軍様がお前らを使わした理由が見えたぞ。構造士の危機はすぐに解決できそうだ。お前らを手伝える方法はあるが、その代わり。力を貸してほしい。さあ、こっちだ。All right, lead the way. Question is this the fight I saw in the one live stream? I don't think it is yet. 見ろ、これは構造士がずっと完成させることができなかったからくり。共感兵がだ。弟子たちにこれを持ち出して調整しろと命じたおかげで、木の妖怪が襲ってきた時にみんな無事に逃げ出せたんだ。玉海門を見ただろ。この共感兵がは玉海門と同じ機能を持つ。二つの空間座標を、素人には理解できない方法でつなぐんだ。Like teleportation. 確かに伝送距離が短くエネルギーの消耗が激しいという欠点を除けば完全に精査と取り替えられる。完全にダメっぽいね。開拓の海域アンカー以下だ。あらら、構造士の職人の方たちにお礼を言わないと。おかげさまで天白氏は解散を免れることができましたね。 Exactly. You're trying to make her lose her job? 本来ならこれを使えばお前らを向こうに運べたが、いつの間にか妖怪の枝が兵庫に絡まってしまってな。 Won't you long strikes a pose and raises an eyebrow as if to say keep asking. I'm sure you know how to fix it. Then I shall inform the general that this path is a no-go. よくぞ聞いてくれた。構造士の力を見せてやろう。たかが木の妖怪、造作もない。来い、いいもんを見せてやろう。Master Gongshu sets up the equipment hastily. あの妖怪が押し入ってきたとき、真っ先にこれが頭に浮かんだんだ。これは空中ルコーというからくり装置だ。もともとは運気軍の依頼で開発した武器でな、威力は言うまでもないが、伝送距離が短くエネルギーの消耗が激しいのだろうか。そう、質量保存の法則ってもんだ。
短所があれば長所もある。まあ妖怪退治にはこと足りるだろう。で、天下だ。火は火に勝てまい。 OK, Lumen Flux Pixies. Ambrosial Orbit's branches can be found blocking the path. Use the Artisan Ship Commission's energy conduction device to destroy all the entangled Ambrosial Orbit's coils at the same time. Rotate to receive a notice to adjust Heliobus energy's conduction direction, then activate the trigger node to release Helibus energy along the conduction direction. Ambrosial Orbit coils need to be destroyed at the same time or they will grow back rapidly. Okay, so like I need to refract the lights. So launch it there. So that one goes there. Turn counterclockwise. Counterclockwise. There. Launch. But yet again, more puzzles. なかなかだ。死に教わっても努力は己にある。お前。俺の出来損ないの弟子より偉いぞ。なんだ？同点が崩れるのか？もう大丈夫か？どうやら俺の武器が効いたようだな。あの妖怪めきっと痛かったんだろう。よし、じゃあ早速共感平和で向こうに行くぞ。長引かせすぎてまた枝が伸びる前にな。I like how Taiyun shows up in the cinematic the little cutscene when there are no enemies nearby. If there's an enemy nearby, she is long gone. She is nowhere near us in a cutscene, in a little cutscene. She's got her priorities straight, I guess. Okay, got the space anchor. Oh god, is it? Head to the creation furnace. This might actually be the fight I'm thinking of. Or it could be next to the tree. I have no clue. Mite! Kenboku no nekko ga! Are wa Kozoushi no shiho! Zouka Koro da! お前ら手を貸せ。力を合わせてあれを切り落とすぞ。航路をうがつ前にな。気をつけろ。何やら変化しているようだ。It is. Oh God. It is this fight.Please be weak to quantum. Please be weak to quantum. これは一体何の化け物なんだ。さすが神の技。思うがままに命を作り出すとは、この力良きかな。It's weak to quantum. Oh hell yeah! Too bad I can't do this on auto. Oh, and it's weak to fire. Okay. 炎の槍を。I didn't increase the speed. Dang it. Okay. Support. What's the damage? What's the damage? It just healed for 20,000 health. What the heck, man? How dare you? What exactly are you? When the summoner is defeated, this
summoned object will also be defeated. Branch, okay. So I guess break his shield and it'll go away. でもすぐに治る。ありえなくない？ここは一旦引くしかないな。ついてこい。 Okay, so yeah, this is just the start of the fight. まったくもう。道理で先週は豊穣の意味ものを恐れるんだね。あの回復力半端じゃないよ。天運、先週の長命酒ってみんなあんな感じなの？あの元禄はおそらく自分を守るために剣木が生み出したもの。根とつながってるためあのような恐ろしい力を持ったのでしょう。うぐぐ、あれがいる限りどこにも行けそうにないね。いや、あれは治癒というよりも他の場所からエネルギーを補給しているようにも見える。Perhaps it is. So if we follow the route, we can find the source of its power. そうそう、根本から問題を解決しないと。あのモンスターは剣木の付近を離れない。周りを調べてみよう。何かがあるのかもしれない。Yes, let's look around and see if we can find. 確か将軍様の命令で探偵士に向かうんだったな。残念だな。あの妖怪のせいで構造士が一時封鎖することになったんだ。 That's so sucks to be you guys, I guess. Okay, that's one way ticket back, I guess.I don't wanna fight. そうだな。あっちへ行ってみないか。孔守先生、何かいい方法でもあるのか。うん。あの鹿が再生するとき、周りの根が光っていたな。So take out all the roots. 孔守先生は後ろに隠れてたからよく見えたんだね。俺はただの職人に過ぎないからな。戦場は。我が居場所ではない。先ほど楊先生が言ったように、鹿が自身を治すことができるのはどこからかエネルギーを吸収しているからだろう。あの光は奴に生命力を注いでるようだった。 Maybe the root system is the key. ああ、共感兵がに絡まっている根を解くために結び目を焼いたことは覚えてるか。That I do. あ、確かに。あの根っこはそれっきり伸びなくなったね。その上、まるで傷を負ったような反応だった。これが俺たちの切り口になりそうだな。お前ら、ならば早く根をなくすぞ。Oh boy.Okay, that one's facing that way to then go to this. Okay, I'm gonna need you to turn counterclockwise. Go to there, then this one's gonna go through both of those in counterclockwise. Then that'll blast both.There we go. 聞こえたか？俺の考えが合ってたみたいだぞ。これでいける。Yeah, so let's keep going. And how many are? Yeah, 2 out of 11 so far. There's another one of these shifting screens. Here's the door to the back. Hey, 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 hey.
Don't you dare! Wait, what? I'm not hitting you. Get away. Then teleport. Rotate. And teleport. Nothing over there. What's here? It's up? Thank you. Here we are. 見て、ここにもまだ剣木の根っこがある。お、待て、すぐに設置する。This one goes clockwise for once. It shoots over there. And this one goes counterclockwise. And then this one goes clockwise. Done. これでいいはず。俺の推測だと、剣木の根は地中深くまで伸び、あらゆる場所にあるはず。構造子界隈に伸びている部分は駆除できたとしか言えない。善は急げだ。根が再び生えてこないうちに。So we're gonna have to fight a boss that can heal itself. Say hello to our very dear friend, get it? Deer hunting. おう、仕掛かりじゃん。Alright. Over here. Alright. So now we just run back, right? Hey, you stupid fish. If I see the chest, I'm going for it. For 10,000 now instead of 20. 増加航路に絡みついている根が見えるか？枯れているぞ！本当によかった。もうお前らを阻むものはない！ めんどくさいやつ。これは避けられない一戦。機は熟した。我に力を。Beat up. お注射の時間よ。私が守る。その程度、鬱陶しいわね。That's right, burn. 代価を払ってもらう。我に力を。次、
おやすみ。Well, hey, at least my main character can attack on her own. Huh? 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 Huh?てね、考えてみただけ。我に力を。や、悪い子ね。鬱陶しいわね。Back normally, then taunt. Oh look, now there's four of them.我々は塔に嵐に踏み入った。守るべきもののために打ち崩せ。次。おやすみ。おお、間に合ったよ。ほんの気持ちよ。気にしないで。助かったわ。Man, that did a lot.避けられない一戦。楽にしてあげる。蝶と共に散れ。スターレイファントム。我に力を。あの鹿はもうダメみたいだよ。今のうちに一気にやっつけよう。We win. Layer of a very dear friend. Oh, come on.剣僕には摩訶不思議な力があると慶元将軍は言っていた。あの鹿は普通の存在に見えたが、致命傷を負っても瞬時に回復していた。先秋人がなぜ遵守に従い法上を排除しようとしているか理解できた気がするな。死ぬことも滅ぶこともない造物、それを放置すれば世界の生態系は完全に滅んでしまうだろう。だから先週は宇宙を流浪し、どの星にも定住しなかったのか。ヨウ先生は洞察力があるな。残念ながら8000年前、薬乞いであった祖先は裏に隠されていたものを見抜けなかった。中には感づいて儒家の王の恩恵を拒んだ者もいた。だが一つの文明が本当に不老長生の誘惑を拒めるのだろうか。皮肉だ。聡明な者は死に、愚かな者が生き続ける。先週は北条の誘惑を受け入れたことを悔いて遵守の道程を歩むことにした。もしかしたらまだ救いの余地があるかもしれない。手を貸してくれて本当に感謝する。お前らはこれから探偵誌へ行くんだったな。あそこは剣木に隣接している。ここの状況を鑑みるにもっと厳しい状況になってるだろう。Oh, there definitely will be. 気をつけるんだぞ。俺はここでお前らの無事を祈ってる。Why, thank you. Ah, Dayun?Why'd you send me a message if you're right there? Say, did you see that, benefactor? When the ebon deer stomped the ground, branches sprout out of nowhere. I saw. Those must be the ambrosial arbor's roots. The celestial traces of the abundance are indeed marvelous to behold. This is the first time I've seen something so miraculous among all my travels. The fruits in those boughs of sparkling gold.Just like what the Zenshu legends say. It is said that in ancient times, the forebears of the Zenshu received immortal fruit like this in the ambrosial arbor. Of the ambrosial arbor and turned into long life species. If I were to eat this fruit, would I obtain endless life just like the Zenshu natives? Are you not tempted by such a chance, benefactor?
A dangerous thought. Oh, I was tempted. Can't leave if you eat it. If you eat this fruit, I'm afraid you won't get to live for 1,000 years, but execute about the Cloud Knight's moments after. You're right, benefactor, but if you manage to get past Cloud Knight's searches... This opportunity seems too good to pass up, right? But I thank you for the thought, benefactor. Unfortunately, the Amandir is now dust, and no fruit of the ambrosial arbor is left behind. Such opportunities are extremely rare, but they slip away in the blink of an eye, just like life itself. Very true. Does Tyune want to be immortal? The Deer Hunter. Don Ko. As the Huskiff went off course, how's the situation on your end? You're alive? You have signal? You found a signal again. Yes, how's the situation on your end? We caught Kafka. We went to Divination Commission. Got Kafka, went to Divination Commission. Okay, so either one is going to be told. What about Kafka's companion? Did you see Blade? That man is out there somewhere. He ran away. Don't know where he is. Be careful. He is very dangerous. I'll shake off the Cloud Knights and catch up to you. Wait, you're being chased by Cloud Knights? What's going on at your end? Well... If I want to find out, there's Artisanship Commission again. Oh, that wasn't part of his story. That was just other parts. So I can still see part one and or part two. Sorry, Don, but I'll do your stuff later when I'm, you know, locked out of the main story. What am I doing? Can't I just teleport? Yes, yes I can. Oh? I think the side quest. Sel, I have a preliminary understanding of the drought of draconic surges pharmacology. Come have a discussion at the Sinwood Pavilion at your earliest convenience. Coming. No worries, I'm not indisposed at the moment, and so I'll be waiting in your attendance at the Sinwood Pavilion. Wait. This is the girl that we asked about the drought, right, and find out? Wasn't she supposed to be blind? How is she texting? Does her phone have Braille on it? I don't know how. Either way, here we go.